ああ、わかった。社長の指令だな。開店早々だが、今日は臨時休業だ。あとは任せたぞ、バーナード。おい、フィン。なんだよ。何をコソコソしている？まさか帰宅する気じゃないだろうな。レオ、いや店長、俺今日はサンフィールズに寄る予定なんだよ。知ってるだろ、俺の実家。孤児院の子供たちが待ってるから任務は無理だな。じゃ、俺はここで。間抜け、お前の都合なぞ知るか。さっさと支度しろ。子供なんか飴玉でも舐めさせて黙らせておけ。てめえ、血も涙もねえ子供店長だな。クリス、なんとか言ってくれよ。諦めろ。これがピノクルに入社し、そしてハイカードのメンバーになってしまったことの宿命。俺も何度シニョリーナたちとの約束を保護にさせられたか。シニョ…何？イタリア語でゴリラだ。へえ、クリスゴリラ好きだったんだな。ところで皆さん、ちょうどチャイが入ったところなんですが、いかがですか？リジャイ、これから任務だってば。ゆっくりティータイムしてる時間なんてないよ。あ、美味しい。いただいてんじゃねえよ。ウェンディって常識人ぶってるけど、そういうところあるから。同期として恥ずかしいよ、俺は。は？こっちのセリフだし。私だって毎日一生懸命やってるの。いつも月末にクリスが忘れる売り上げの記表とかだって全部私が助けてあげる。うるさいぞお前ら。これから任務なんだ、緊張感を持て。レオだってフィンにちょっかい出してたじゃない。フィン、カードを忘れてますよ。おい、いけね。ビジャイ、あんたいつもよく人のこと見てんな。おいフィン、肌身離さず持っとけっていつも言ってるだろ。場合によっちゃ俺たちの命よりも大事なんだから。はいはい、待ってるよ。用意はいいか。ハイカード出動だ。はいよ。